左側が、チズムル島、右側がリコマ島であるリコマ島は、マラウイ北部州のリコマ県に属するマラウイ湖に浮かぶ島である。リコマ県は二つの島によって構成され、このうちの大きい方がリコマ島、小さい方がチズムル島である。リコマ島から見た、マラウイ湖の眺め聖ペトロ大聖堂、リコマ島は、東方に見えるモザンビーク領土から 18.7km の場所に位置し、 周囲は完全にモザンビークの領海に囲まれていることからマラウイの飛び領土となっている。これはイギリスがマラウイを1891年にニアサランドとして保護領下する際にモザンビークを植民地化していたポルトガルと所有権をめぐる議論を行った際、マラウイで熱心に布教活動を行っていた聖公会の宣教師がリーコマ島に教会を建設していたことが イギリスの実効支配の根拠となって、リコマ島が、チズムル島とともに、ニアサランドに編入されたことに由来する。島内、の人口は約9000人であり、経済活動の一環として、漁業と多少の農業を行っているが、全体としては、食料のほとんどを、マラウイ本土からの輸入に依存している。また、電気が来ているものの、燃料を節約するために、 大抵の場合22時までしか使用できない。さらに、道内の舗装されていない道路には、わずかな台数の自動車が走ってはいるものの、目的地へは、徒歩で向かうのが現実的である。特筆すべき点としては、かなりの大きさの岩石で作られた大聖堂の存在がある。この建物は、リコマ市街地にあり、年から建造が始められ、年に、 聖ペトロへ捧げられたアフリカで最も大きい境界の一つである。なお、島への訪問者の宿泊施設として、島内にはホテルとバックパッカー向けのホステルの両方がある。リコマ島は、島の大部分が草原であり、多数のバオバブの木が茂っている。また、マンゴーの木も存在している。リコマ島には滑走路があるため、リロング上から飛行機で行くことが可能である。 また、マラウイ本土の片辺から蒸気船に乗る手段もある。その他には、ダウ船を含む小型の船により、チズムル島及び、モザンビークの小笛カントの運航が行われている。ありがとうございます。